神戸ポートピアホテルは、兵庫県神戸市中央区のポートアイランドにある、シティリゾートホテル、並びに、これを運営する企業である。延べ床面積11万平方メートル超の大規模建築で、神戸ポートアイランド博覧会が開催された1981年に、開業した。大営創業者、 中内の弟中内力が父から引き継いだ栄を大英に売却した資金を元に建設したもので、現在も中内の親族が経営している。神戸を代表するホテルの一つである。完成当時ホテルとしては、西日本最大級の規模を誇った32階建ての本館のほか、南館、ポートピアホールがある。本館の外観は船をイメージしたもので、平面は楕円型をしている。 本館高層階には、エグゼクティブフロアである、オーバルクラブがある。また、31階には、フランスのミヨネーに本店がある高級レストラン、アラン・シャペルのフランス国外唯一の支店があったが、2012年3月25日、閉店。フランスリヨンにある二つ星レストラン、ラメール、ブラジーへと提携し2012年5月22日には、フレンチレストラン、トランタームとして、 リニューアルオープンしている。大小36のホールレセプション会場、会議室を備えたコンベンションホテルでもあり、神戸コンベンションコンプレックスの構成要素となっている。ABC テレビ、おはよう朝日ですなどで使用されているお天気カメラが本館の屋上に設置されており、オープン依頼日に至るまでずっと稼働し続けている。南館、セントチャペル、ありがとうございます。